すいません、あかん。はい、芦田愛菜です。今日は足を運んでくださってありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、今回はクリアデューの CM ではおなじみの白衣姿でお越しいただきました。もう芦田さんのこの白衣姿もこのクリアデューの CM では定着化しているわけなんですが、どうですか、こう白衣に身を通した感覚っていうのは。そうですね、やっぱりこう少し背筋が伸びるというか、頑張ろうという気持ちになります。さあ、クリアデュー新 CM ついに明日3月6日水曜日から公開となります。撮影はどんな雰囲気で進んだんでしょうか。黒板だったりとか教卓が近くにあって、高校を卒業してからなかなか見る機会が減ってしまったので、久しぶりに見れてなんだかこう懐かしいような感じがして楽しかったです。クリアデューは潤い成分、機能性ヒアルロン酸を取り入れたことによってコンタクトレンズの乾燥感を軽減し、装着初日のつけ心地が持続します。そこで芦田さんがパワーを持続するために日々の生活で取り入れているセルフケア、書いていただきましょう。お願いします。はい、すいません、結構ギュッと締めちゃったかな。すいません、ちょっとハンドクリーム塗ってしまったら塗るので大丈夫ですよ。すいません、やっぱりね、プルを必要ですからね。こんなことってあるんでしょうか。失礼しました。いや、すいません、可愛らしいな。 ありがとうございます。手からもプルオイが溢れてるんだなっていうのが。そうですね、ちょっとプルオイで、すいません。素敵です。セルフケアですね。はい、はい、セルフケア書いていただきましょう。いや、芦田さんのようにパワーを持つには何が必要なんでしょうか。書けたようです。はい、さあ、それでは芦田さんの日々の生活で取り入れているセルフケア、フリップオープン。はい、ストレッチを心がけるようにしてます。方法、ストレッチ、はい、どんな風に。そうですね、本当に簡単にこう前に伸びたりとか、こう横を伸ばしたりとかするようなことなんですけど、なんかこう一日の終わりにすることが多くて、やっぱりそうするとこう一日の疲れも取れて、ぐっすり眠れたり、新しい明日をこう迎えられるような気がしますし、姿勢がすごく素敵な方にも憧れるので、そんな背筋の伸びた姿勢に近づけるようにストレッチできる日は心がけてます。なんか必ずこう何分ぐらいやるとかって自分にこう決めてるわけではないんですか。ルーティーンとして寝る前もう必ず30分前にはやるであったり。そうですね、でも寝る前にすることが多くて、音楽を聴きながらだったりとか、そう一緒にやってくれる方の動画を見ながらだったりとか、でやることが多いです。いや、なんか芦田さんのこう私生活って全然こう私たち分からなくて、どんな風にしてるのかななんて気になるところでもあるんですけど。じゃあ寝る前は必ずこうストレッチをして体をこう節々までこうほぐして寝ると、はい、やっぱりよく寝れるものですか。なんか次の日起きた時のこうすっきり感があるような気がしています。もうこれって続けられてどれぐらいになります。でも結構もう5年くらいはやってるような気がしますね。いや、じゃあ結構続いてますね。そうですね、本当に何かこう難しいヨガのポーズとかいうやるわけじゃなくて、本当にちょっとこうの伸びをするというか、いろんなところを伸ばすって感じなので、簡単にやるから続いてるような気がします。じゃああまりストイックすぎず、なんか自分に負荷をかけすぎずって感じなのかもしれないですね。そうですね、ゆるくやってます。